はい、こんにちは。お、高谷んだ。高谷いらっしゃい。楽しんでて。どうも、こんにちは。はい、ワトツー。はい、こんばんは。寒いね、今日は。めっちゃ寒いわ。はい、ワトツー。あ、たくみさん、ごめんなさい。ここで業務連絡なんですけど、wado.tv のサイト復活してると思うんで確認してください。wado.tv のドメイン代払ったんで、使えるはずです。ご確認お願いします。体調悪いっていうか、鼻ね、アレルギー性鼻炎ね。耳鼻科行くわ。お願いします。多分ね、サイトアクセスできるようになってるはずだから、wado.tv。多分大丈夫なはずなんだよね。あ、バカプレゼントありがとう。ありがとうございます。誰だこれ？アイラか。アイラありがとう。どうも。バカプレゼントありがとう。なんだ、景気いいのか、アイラ。はい、若津。景気いいの。さすがだね。配信者になんかアイテムもらうってなんかちょっとごっぱずかしいな。いや、雨は降らないよ。天気はすごい。天気めっちゃいいよ。快晴ってやつですね。今だけ。アートプレゼントありがとう、のんたいらっしゃい。わかるよね、なんか配信者にアイテムもらうの別に悪くないんだけど、嬉しいんだけど、こっぱずかしいよね。え、タバコ吸えなくなったの？嘘でしょ。喫煙所がなくなってる。嘘。え、なんでタバコ吸えねえの？あれ、すいません、すいません、タバコってどこで吸えるようになったんですか？この隣です。あ、この子の隣。あ、ありがとうございます。なくなったんだ。ビビるわ。壁の隣ってどこだ？あ、喫煙スペースきれいになってる。あ、いいじゃん。喫煙スペースきれいになってるわ。あ、いいじゃん、いいじゃん。こっちの方がいいよ。あ、変わったんだ。ハートプレゼントありがとう。あ、移動しただけだったわ。すごい広くなってる。あ、でも営業時間あれだね、夜中の12時までになってるね。時間が限られてるみたい。朝の6時から夜中の12時までしかタバコ吸えないみたいな。顔に染みついてる。そう。これ？これ？ニキビ跡だよこれ。あ、これニキビ。昨日潰したの。はい、ワドツ、いらっしゃい。いや、ニキビで病院行かねえわ。鼻炎、鼻炎。耳鼻科に行くの。薬もらいに行く。アレルギー性鼻炎。
一服終了。喫煙所綺麗になってたわ。でっかくなってた。病院行くか。抗生物質なのかな、わかんないけどね、あの効く薬、飲み薬があるんだよ。飲み薬が抗生物質なのかな。それ飲まないと鼻がねダメになっちゃう。あと点鼻薬っつってナザールっていう薬だね。お、ジャクダニエル頑張って。抗ヒスタミン剤、わかんない。なんかジャックダニエルの服着てるから iPhone のカバー見せられて、ジャックダニエル同じですって言われた。ティッシュ配ってるお兄ちゃんに。ステロイドなのかな、わかんないけどね。なんか一番昔全く何の薬飲んでも耳鼻科行かなかったんだよ俺ずっと。子供の頃もなんかどれくらい通ったかな、多分ね 5、6年通ったんだけど、子供の頃それでも全然治んなかったから行かなかったんだけど、最近行き始めたらねやっぱ良くなったんだよね。外人かと思った。新宿の今バスターミナルの前だね、東南口、今東南口だ。闇将軍の、闇将軍と言ったら新宿バスターミナルだからね。闇将軍のホームに来ましたよ。闇将軍御用達新宿バスターミナルです。なんかよくカナヘビがここら辺でツイッター写真上げてんだけど、カナヘビ新宿住んでんのかな今。闇将軍ね、あの成田空港とか羽田とかね見え張ってるけどね、思いっきりここから帰ってるから、こっから来てこっから帰ってるから、あいつ嘘つきだから。あとねホテルに泊まってますって言ってるけど、思いっきりカプセルホテルか満喫だかんね。なんで見え張るんだろう、クソダサいよね、クソダサいわ。そういうね小さな見えを張るから嫌われるんですよ。バレバレだよ本当に。本当に小さい男だよね。ちっちゃい男だよ、っていうか闇将軍ツイキャス復活したの、ツイキャス引退したんじゃなかったの。もうフワッチも居場所なくなったんでしょ、アンチだらけになってフワッチもついにアンチだらけになって居場所がなくなって古巣に帰ったんでしょ。うん、逮捕されるだろう。逮捕っていうかあれは民事で訴えられるかな。ぶっちゃけた話で言うと刑事事件ではないんだよ、民事だね。民事で損害賠償請求だと思う。俺の予想多分30は硬いかな。企業だと弁護士とかつけてくるから。で、そこまで大きな事件じゃないから、多分30と見た。で、スキヤが本気で仕掛けてくるなら100超えてくると思うよ。ふわっち凍結、あ、そうなんだ。あ、バンになったんだ。いや、あれは闇将軍が悪いでしょ。ていうか、アンチがよくやったって感じだよね。喧嘩突弱いとかいう問題じゃなくて、あの問題発言と人に迷惑かけるのが多すぎる。あと配信者が普通かばうんだけど、配信者も敵だらけだからディスをしまくって、もう味方が一人もいない状態だよね。で、囲い風のラジコンにしてる人はいっぱいいるんだよ。あれ囲いじゃねえから。どう見てもラジコンにして面白がってるだけだから。もうだから全員敵なんだよ。全員敵です。うん、何回も忠告したのにね。いや、ラジコンでしょあれ。ハンドルがぶっ壊れたラジコンだよ。ハンドルがぶっ壊れたラジコンハンドル言うこと聞かないラジコンだよあれ昔流行ったじゃん、なんか全然操作が効かなくて面白い動きするラジコンあったじゃん、うん、そんな感じでしょ。そうそうそう、暴走ラジコン、なんかひっくり返ったりするラジコンなかった？
ぴょんぴょん跳ねるやつ。いやー、面白い動きするからね。いや、説教何回もしたもん。飛ばないドローンって面白いな。うるさいだけなんですよ。ウィーンつって。飛ばないドローンもいいな。さすがのんた。ナイスコメント。いや無理だよ、もうだって本人が嫌われてる理由分かってないんだもん。あのね、自分で気づかないとダメよ、本当にダメ。自分で気がつかない限り変わらないから。そう、傷ついたふりしてるやつはダメ。気づいたやつだけが勝てるから。そう、俺かわいそうだろうとか言って傷ついたふりしてる限りではもうダメなんだよ。ね、なんだかんだ俺も叩かるキャラだったから、まあ闇将軍見てて正直ね、俺もね、あいつ俺の真似してるから、あの分かる部分あるよ。ああこういうやり方してるから嫌われるんだっていうのがね、だんだん分かる。だから最近言われないでしょ、売名とか売名の和道とかあんま言われなくなったじゃん。なんだかんだね、ゆっくりゆっくりね、リスナーさんと向き合ってね、キャラ編ゆっくり成功してるからね。俺地味にキャラ編、スラーっとキャラ編成功したよね。まあいいんだよ、二代目和道を継いでいいよ。二代目和道襲名してあげるよ。使えないシリーズだよね。そうだってさ、コメント数が多いとかさ、閲覧数が多いだけだったらぶっちゃけた話今でもできるもん。ただ増やしていいっていう勝負だったら絶対できるけど、これで飯食いたいとか、あの楽しい放送を提供したいって考えたら、人の数が減ってもね、最初はしょうがないんだよ。だけど長い目で3年先4年先とか長い目で見ると変わるんだよ、やっぱり。そう、これで仕事にしようとかはやっぱりリスナーさんを楽しませないといけないわけよ。疲れキャラにならないといけないのよ。そのキャラ編の時はね、やっぱね、古いファンを捨てないといけないから痛みを伴うんだけど、それができないんだよね。もう自分の閲覧に縛られてるから、あいつは。はい、どうも。正論投げるとブロックされちゃう。もうダメでしょ、もうダメだよ、壊れたおもちゃだよ本当に。ね、変わったよね本当。まあリスナーのおかげだよね。そう、リスナーに感謝しないやつはダメ、根本的にダメ。根本的に話にならないよ。あ、そうなんだ、ワドアンチだったんだ。まあまあね、あの配信者が変わればリスナーさんも変わるからね。すげえなこのガチャガチャ、ピンク一色なんだけど。このガチャのコーナーやばくね。何が売ってんのこのガチャガチャ、超気になるんだけど。すげえな、売り切れはぬいぐるみ詰めるんだ。あ、セーラームーンとかか、女の子向けの。鈴宮春日は女の子向けじゃないでしょ、これおっさん向けでしょ、どっちかっていうと。面白いね、やんねえわ、グッとくるもんがねえわ。じゃあ一回耳鼻科行ってくるわ。じゃあまた病院終わったら枠開きます。お疲れ様です、ありがとね、お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。